米国のレーガン大統領と米国民へ小僧を送る、ジャヤワルダナ大統領ジュニブス、リチャード・ジャヤワルダナは、スリランカの第二代大統領。を、英国統治下の正論で頭角を表し、独立後は、内閣で養殖を務め、議員内閣成果の1977年から1978年まで、首相を、 大統領政意候後は1978年から1989年に掛け大統領を務めた。スリランカの第二代大,大統領になった JR ジャヤールダナは11人兄弟の長男として、セイロンの最高裁判所判事の息子として生まれ、ロイヤルカレッジコロンボで学んだ。クリケットの選手としてロイヤルトミアンに出場したこともある。ジャヤワルダナは、 キリスト教から仏教に改修し、コロンボ法科大学で優秀な成績を収めて法律家となった。しかし放送会には長くはとどまらず、1938年、正論国家機構の活動家となった。1946年に国民連帯同盟へ加入し、1947年に初代蔵省として入閣した。1951年には、 国際連合に増将として参加し、同年9月6日、サンフランシスコ講和会議に正論代表として出席した。その会議演説で、ジャヤワルダナは日本の掲げた理想に独立を望むアジアの人々が共感を覚えたことを忘れないでほしいと述べ、また、憎悪は増によってやむことはなく、 慈愛によってやむという北九行の一説を引用して、正論は日本に対する戦時賠償請求を放棄する演説を行った。1977年には、スリランカ建国に貢献した。正のジャヤールダナは、勝利をもたらすを意味する。1983年、スリランカの首都コロンボからッコトコッテへ戦闘するにあたり、コッテがかつて、ジャヤワルダナと呼ばれていたことに加え、 彼自身のせいをも絡めて、スリジャヤワルダナプラコッテと解消の上、戦とさせた。増将をはじめとして、首相、大統領と要職を務めた。ジャヤワルダナは1977年、無投票で首相に選ばれ、精力的に活動した。1978年、第2代大,大統領になった。しかし高まる、民族間の対立を抑えることはできず、 大統領任期中の1983年にはスリランカ内戦が勃発している。ジャヤワルダナが日本と初めて接点を持ったのは1921年3月、当時皇太子であった昭和天皇を乗せた戦艦カトリがヨーロッパ遠征の途中でスリランカに帰港した時だった。当時15歳だったジャヤワルダナ少年は人々と一緒に 皇太子のお召し刊を一目見ようと港に向かったというエピソードを1979年の法日時に語っている。1951年9月6日、サンフランシスコで開催されたサンフランシスコ講和会議において、正論代表の JR ジャヤワルダナ蔵将は以下の演説を行い、よって正論は日本に賠償を求めないと述べた。アジアの諸国民はなぜ、 日本が自由になることを絶望しているのか。それはアジア諸国民と日本との長きにわたる結びつきのゆえであり、また植民地として従属的地位にあったアジア諸国民が日本に対して抱いている深い尊敬のゆえである。王子アジア諸民族の中で日本のみが協力かつ自由であって、アジア諸民族は日本を守護者かつ友好として仰ぎ見た。 私は、全大戦中のいろいろな出来事を思い出せるが、当時、アジア共栄のスローガンは、従属諸民族に強く訴えるものがあり、ビルマ、インド、インドネシアの指導者たちの中には、最愛の祖国が解放されることを希望して、日本に協力した者がいたのである、JR じゃやわるだな。1951年9月6日また、閣僚、首相、大統領として、たびたび訪日。 さらに世界引退後も日本を訪れている。また、日本の仏教関係者をスリランカに招待するなど、日本とスリランカの交流に尽力した。1989年、昭和天皇の体操の礼に本人の希望により、夫人と共にプレマダーサ大統領に代わって参列。すでに肩書きは前大統領だったが、元主級参列者。 大統領同格の国賓として接遇された。1991年には日本の仏教関係者の招待で広島市を訪れ、広島平和記念資料館を見学している。1996年、死去に再試験願、角膜提供。右目はスリランカ人に、左目は日本人に、との遺言通り、左目の角膜は遺言通り、 群馬県の女性に移植された。ありがとうございます。